ニュースポストセブンです。新型コロナウイルスによる肺炎のため亡くなった千葉真一さん、生前元妻で2017年に亡くなった野際陽子さんとの結婚生活について語っていました。女性セブン記者に対して千葉さんは、陽子はいつも僕の態度や目の色が変わると察知して「パパ、おいしいワインでも飲みますか?」なんて言ってくれる気遣いの人。僕は家で一度も怒ったことがないし、夫婦喧嘩もしたことないんです。彼女との結婚生活は本当に楽しい日々でしたと話していました。ニュースポストセブン。